こんにちは、ドリスです。自粛生活が続く中で、家の中で山の景色を楽しめる方法はないかと考えていました。そこで今回の企画は、今まで登った山で景色が綺麗だった場所を紹介します。今回は筑波山周辺の山にスポットを当てました。ぜひご覧ください。まずはじめはキノコ山を紹介します。標高は 527.9m です。休日には筑波山まで縦走する人もいます。頂上では吾妻屋が設置されていて、多くの登山者が休憩しています。私はここでよくこれを食べています。こちらがキノコ山の眺望です。ここまでは車で来ることができます。次に紹介するのは高峰です。高峰は茨城県と栃木県の県境にある山です。標高は 520m。 4月の終わり頃には山の至る所に山桜がきれいに咲き誇ります。こちらが高峰からの景色です。ここで出会ったハイカーさんと景色の話や登山の話をして盛り上がったのはとても楽しい思い出でした。最後は筑波山です。日本百名山の一つで、多くの人たちが訪れる人気の山です。筑波山は2つの峰からなっています。標高は女体山が 877m、 男体山が 871m です。今回は女体山から見た筑波市方面の夜景を中心にお送りします。ここでは夜景の写真を撮りに来た方と出会い、夜景写真の撮影会をしました。今回紹介したところ以外にも景色のいい場所や名所がたくさんあります。感染症が落ち着いたら、また思いっきり登山を楽しみたいです。ご視聴ありがとうございました。